『進撃の巨人ラジオ』ジオ『カジト・シ下野の進め電波兵団』電波団。 皆さんこんにちは。テレビアニメ進撃の巨人、エレン映画役、梶じゆです。同じく皆さんこんにちは。テレビアニメ進撃の巨人、カニ、カニ。いやーおかしいなぁ。何ガニなんでしょう、ね、コーニースプリンガー役の下野ヒロです。この番組は、テレビアニメ進撃の巨人を全力でフィーチャーしていく巨人だけに超大型進撃ラジオです。ダメだな、なんかこう、勢いに任せてっていうのはやっぱ良くないな。<laughs> なんで勢いに任せたいのか <laughs> <laughs> なんか勢いで言えるかなっていう。<ー>こ、こ、ここの一部いつもね。ねそう。 ね、気持ちは一緒です、このね、なんかつるっていかなきゃいかなきゃい3ブロック怖いんですよそうななのよんかね、立体軌道でファーっていける感じでいかないとファーっていけるといいんだけど途中で巨人が入ってきて止まっちゃったりとかね今完全にねカニーのところでピコンって膝とかなんか落ちました超痛いですね、多分なったね7月21日更新でございます。海の日 <laughs> 海の日、なんで急にだからカニスプリンガンにしたの関係ないか、前からいろいろ「進撃の巨人」はコラボしてますけど今、ね、プッチョとやってましていやーこれ僕、1個目買ったらすぐエレンが出て個人的には嬉しかったんですけど、あのね。うん まだ買ってないね自信満々に言われてもうん買ってなかなかコニーがねいるのがコニーがねでも一番わかりやすいんですよ確かに他のがねちょっと目の色とかで判断しなきゃいけないんですけど白黒とかになってもねコニーわかりやすいからねコニーだけはねもう一目瞭然なんですそうなんだへえあんなにわかりやすいんだけどなそうですよなかなかね とかねそういうのは見かけたりとかすごくするけどやっぱコニーいないんだよそうですかいないのよこれは俺が見かけるところだいたい坊主いねえもんそうかな俺みんな髪生えてるもんじゃあいないなまあねそのコラボといえば西武鉄道さんとコラボしましてあのねレッドアロー号っていうものが走ってるわけですけどもそれをもうこうグレンの弓矢号と結びつけまして なるほどねうまいこと言ったなと言ったね池袋ではキャラクターの声聞こえて秩父ではキャラクターの声聞こえてみたいなエレン、ミカサ、リバイとかねそうなのでねぜひ皆さん詳細はいずれホームページとかで分かると思うので確認していただきたいですけど西武ドームで脱出ゲームやったりとかいろいろありましたけれどもコラボとかもいろいろあるんでね。まだ言えない もう収録してるコラボ系も結構あるのでるそちらも皆さん楽しみにそうそうそう劇場版までに多分だからいろんなことが起こりますから、ね、そうです、ね、皆さんもぜひともチェックしてください,い楽しみにしててください、はい、というわけでそろそろ行ってみましょう「進撃の巨人ラジオ」「家事とモノのすすめ電波兵団」「第35回目進撃せよ」「進撃の巨人ラジオ」「進撃の巨人ラジオ家事とモノのすすめ電波兵団」「電波兵団」 この番組は「進撃の巨人」制作委員会の提供でお送りしますさて今回も電波兵団進撃スタートしました、うん、えー、さっきも言いましたが、うん、カニースプリンガー海の日でございますカニースプリンガーかーいやいやいやよくねよくね <laughs> 全然よくね,よくね遠い目をしましたいいかなと思って <laughs> 全然よくなかったと思う <laughs> えねえあ、ー、2016年から8月11日は山の日という祝日になります 増えるんですねえ未来の話そうですなんでこの間そういえばニュースでやってましたねこれねなんで山の日なんでって山の日や <laughs> 祝日を増やそうっていう取り組みじゃないですかで山なのだって海の日があんのに山海の神様は嬉しいかもしれないけど山の神様だって休みたいですよ待てよ他にもいっぱいいろんな神様いるぞなんですか 太陽の神様よ。それ日本の神ですか太陽神太陽神はい。アマテラスを、大御神を。遡ります。いっぱいいるよ、月の神とかもね。いっぱいいるよ、日本だって。八百万って言うぐらいだもん。八百万とか言われたらもう日本もだって360人超えてるから。全部休みじゃん。いいんです。 2年後から8月11日は山の日で休みになります。夏休み。これで、祝日がない月は6月だけになります。そうなんだ。ただ台本に多分って書いてあります。<laughs> ちゃんと調べてよと <laughs>。間違いない。間違いないね。よかった。じゃあもうこの多分っていう字書かないね <laughs> から6月はもう持ち前のポテンシャルで乗り切るっていうね。とりあえず6月だけはみんな頑張れよっていう。梅雨だしなんか、なんか頑張るっていうね。<laughs> はい。なんで一番過酷なのわ <laughs> かんない <laughs>。さあ、えー、皆さんからいただいたメールをご紹介していきましょう。はい。えー、まずは、明治さんです。ありがとうございます。ありがとうございます。カジさん、下野さん、こんにちはこんにちはよし。あ、今日は会ってますね。<し>はい。えー、先日、西武ドームで行われた脱出ゲームに参加しました。おー、ありがとうございますえー、会場に到着すると、うん、この芝は人類にとって大切な芝だ。と、下野さんの声が聞こえ、<laughs> そそんんんなななこことと言言っったたすかか俺 <laughs> 怖い空耳えー、始まる前から友人と笑ってしまいました。笑われてますよ。そんなこと言ったかなえー、小林さんと下野さんの声と同時に始まると、お二人に駆け寄り集まる参加者の姿に、壁に群がる巨人の図を思い浮かべてしまい、下野さんのチレが妙にツボってしまいました。これは言いました <laughs> あの、ねチレ っていう言い方ではなかったけど、はい、いいから行きなさいって言った。あえー、ゲームは見事に脱出できませんでしたが、<laughs> 楽しませていただきました。<laughs> うん、いつもラジオを聞いていたので、下野さんに会えてよかったです。<laughs> P.S。再びの坊主発言をされてましたが、これは期待していいのでしょうか。うん、したんですか、まあ、あ,のあの、ちょっとね、緊張のあまりね、あの口走りすぎましたね。<laughs> ほら、だって、コニーにね、いいことあったじゃないですか。だからも、もっともっとえ、何、脱出ゲームは そんなでもないってことを言っいそういうことじゃないよ。そういうことではないけれども、もっとなんか違う、俺が求めてるのってそういうことじゃないんだよなそういうことじゃないな。例えばどういうことですか、じゃあ。えコニーカレーが出るとかそういうことですかコニーカレー <laughs> ちょっと待って。えそれでな、それ来たっつって、お前なんかもうどっかの食品さんがなんかもう,もういきなり駆け寄ってきて、レトロカレー作りませんかって言われたらどうすんだ、お前。え、でもそれ嬉しいじゃないですか。何が、何が来たら嬉しいんですか、じゃあ 主人公になったらな <laughs> そんなに <laughs> ハードル高いの <laughs> ハードル高いよ俺の髪の毛がかかってるんだぞじゃあスピンオフっていうか、なんか、いいんですか ?OAD とか。でも。まあ、それでなんか舞台挨拶的なもんがあったらな。なんか逃げ道作りすぎじゃないですか。作るだろういいだろ別にはい。俺だって思いな、わ、はい、<laughs> かりましたよ。くしょうなんだよ。なんか。 まあ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 。命かけてるはずなんだけどな。あれなんか俺が悪いみたいなった俺が悪いのかなだんだん不安になってきた。楽しみえこちらです。えー、はこさんからいただきましてありがとうございます。ありがとうございます。かずさん、下野さん、こんにちはこんにちはえ私は今、中学3年生なのですが、9月にある体育会で、えー、ソーラン節を踊ります。体育会うん。 はいえー、その時自分たちで作る発表、えー、背中に文字を入れるのですが、うん、去年の先輩の発表を見てみると「進撃の巨人」に関する言葉を入れていた先輩が多いんですああなるほどね、えー、表に普通の言葉を裏側に「リヴァイ兵長」と入れて <laughs> リバイシブルなんて言っていた先輩もいたんです。<laughs> 入れる言葉ってキャラ名なんだ <laughs>。<laughs> ね、びっくりした。うんえー、私は何を入れ,る入れるかまだ決めていません。はいえー、なので、大好きなお二人にぜひかっこいい言葉を決めてもらいたいんです。<laughs> 今年も入れるんですね。ありがとうい、えー、デザインは黒いハッピーにオレンジの文字になります。お<ー>えー、文字は漢字など何でも OK です。いいですね、あまり長い文字は入れられないので、えー、4文字から5文字。 くらいの長さが嬉しいです短いですね、えー、全力で踊りたいと思うのでぜひお願いしますうんなるほど5文字なんとか6にしてくんないかな6だと駆逐してやるああ<ー>。うん、駆逐してやあそうだね漢字にしてもなかなか難しいね。うん そうかなんで指を舐め始めたんですか今いやちょっとなんか急に痛いなと思って大丈夫ですささくれがちょっと痛いなと思って信じられないメールのトーク中に指が痛くなろうちょっと引っ掛けたかしら大丈夫ですか大丈夫大丈夫ティッシュありますからね分かったうーんだろうなカニカニなめだ スプリンガーでも無理だしな。海の日。スプリンガーだったり海の日。山の日。山の日。<laughs> <laughs> もはや進撃は関係ないが。<ー>そうだね。なんだろう。目型。<laughs> <laughs> 超大型巨人。ああ、ゴ文字だね。うん。でも、違いますからね。<laughs> 違いますからね。<laughs> なんだろう、かっこいい言葉か。 何だろう進撃の中のそういう言葉って何だろうなう立体軌道 <laughs> まあまあそうですね進撃ならではではあります、ね、なんなので響きもかっこいいじゃんそうですね、うん、あでも短いって難しいですね、うん、何の成果も得られませんでしたとか書きたいですけどね <laughs> まあエレン的にやっぱ駆逐してやるんですかね。そうなんだ、ね。ダメだったら駆逐ですね。コニーここにじゃあ決めましょうよ。コニー、あのー、すごく普通な回答していいうん。進撃せよでいいんじゃねえかな。ああ。でもそれみんな背中に書いてあるんだ。<laughs> いいんじゃない騒乱節で進撃せよってどういうことなんだろうね。逆にさ、一文字ずつなんか書いてあってさ、うん、全員並ぶと文字になるみたいな。<laughs> どうですか <laughs> なんか、 あのー、隣り合わせでさ。うん、ちょっと順番変わると、別の文章。うん。なんだったら、あの、隣り合わせで、うん、クリスタ、マジ天使みたいな。<laughs> 結婚したい。結婚。うん、クリスタ、マジ天使、結婚したい。<laughs> <laughs> それを、女子を見ながら男子に来てほしいですね。<laughs> ああ、それしましょうじゃ。 かっこよくないけど。かっこいいかどうかあれだけどね。ああ、面白いですね。ぜひ、これやったらね、写真撮っておくってくださいね。あそれだったらだって、何の成果も得られませんでしたね。なんだろう。何のの人かわいさせていませんそう、はい、次。えコニーファンクラブ団長の方です。ありがとうすごい、クラブなのに団長ですよ。ありがとう。いいんだよ。えカイさん、シモさん、こんにちははっ合ってますね。合ってるよ。 突然ですが、私、先日告白しました。おどうせダメだろうなと思っていたら、なんと成功しまして、付き合うことになりました。なんだってめでたいですね。さて、ここでお二人にお願いがあります。何私の彼氏は、う進撃好きでもうすぐ誕生日なんです。なので、私は耳かきをプレゼントにあげたいんです。だから、カイさん、シモノさん、耳かきください。急に、 現金な感じになりました。ちょっと待ってよ、ねえねえ。序盤の可愛い感じのこへ。あれえ、違うじゃん、なんか、そういう、あれもう彼氏のためならね、<laughs> もうなんでも、我々も利用するのか。そうです。どうしますか団長が言ってますけど。あげちゃう <laughs> じゃあ2本あげましょう。2>, <laughs> 2人で使って。 待ってそれはどうなのそれそれいいかじゃあ本にして一本にしとこうお互いでさやればいいじゃんねお互いにやればいい好きにしてくれハそれでいいじゃないかコニーファンクラブなんてねできればコニーのやつあげたいですねそうねそういう選別ができんのかしら分かんないけどだって俺書いたのだとお母さん食べたやついっちゃうからまあそこは俺でもあでも進撃好きだからさうんそこはもう あのー、<今>絶対これ聞いててコニーコニーって思ってると思うよどうかな、うん、分かんないよなんで <laughs> じゃコニーが行くといいですねそうですね、はいはい、ということで番組では皆さんからのメールをお待ちしております「進撃の巨人」に関するメールや番組の感想我々への質問メッセージなどどんなことでも OK でございますメールを採用された方には番組ノベルティをプレゼントしますメールの宛先はエンディングでで「進撃の巨人ラジオ」 カジとシモノの進め電波兵団「進撃の巨人発見で」。<laughs> <laughs> やっぱり <laughs> あれですねタイトルの文字からすきなか感じる印象と曲がちょっと違う感じ、ね、そうなんだよね,だよね分かってたのになニュースみたいな始まってたのにな、えーえー、今では知らない人がいない「進撃の巨人」大人気ゆえに「進撃の巨人」らしきものがいろんなところにあふれかえっておりますこのコーナーはリスナーの皆さんが発見したこれって「進撃の巨人」でしょと感じたものを紹介していくコーナーでございますねはい,はい、まあ、いい意味でコラボです いい意味いい意味でコラボです。いい意味ですうん。リスペクトとも言います。コラボじゃないんじゃないですかいい、いい意味で、勝手にコラボ。もうそ、そのままじゃないですかな、なんだろうね。さあ、それではね、リスナーさん好きからね、そう、はだと思いますよ。発見したね、進撃の巨人っぽいものを紹介してまいりましょう。えこちらですね、のっぴんさんからいただきました。ありがとうございます。カイジさん、シモノさん、こんにちは、は、はっ えー、気になったボードがあったので、今回発メールします。<お>街を歩いていると、ふと目に留まった美容院のものなのですが、うん、これってもしかして、あの方では、と思わずパシャリ。もともとキャンペーンごとに、可愛いイラストや、 歌い文句的なものが、えー、書かれていたのですが、まさかこんなところで見お見かけするとは思わなんだ、えー。絶対こんなセリフ言わないよなと思いながらも、ファンなのかなアニメとか好きなのかなといろいろ想像が膨らんでしまいました。ちなみにこの美容院へは行ったことがないので、機会があれば利用して真相を伺いたいと思います。はい、どんな感じですかあー。わあ、これはどうでしょうか 紫外線対策コースって書いてあって、ま、あいろいろね、こうメニューが書いてあって、そ,でその下に、リヴァイですかね。リヴァイでしょうね。これで君も、夏、エンジョイってね。<laughs> びっくりマークが3つついてるよ。間に、夏の間に星入ってますからね。うん、そうだね。夏、エンジョイ。夏、エンジョイ。<laughs> リヴァイエンジョイとか言わなそうっすね。もっと言うと夏すら言わなそうですからね。言わなそうだね。いやー。すごいですね。リヴァイ好きなんでしょうね。そうですね。さすが兵長誰が好きなのかな店長なのかななのかな誰なのかなさあ、いきますよ、次。はい。えニャニャカさんです。ありがとうございます。ありがとうございます。カジさん、下モさん、こんにちは。はっはい。先日、妹の小学校の運動会があり、応援に行ってきました。う 運動会のプラ、プログラムを見ると、うん、何やら興味深い種目が、何その名も、<laughs> 進撃の5、6年。<laughs> えー、えええええ妹はちょうど小学5年生なので、何の競技か聞いてみたところ、うん、騎馬戦とのことでした。どのあたりが進撃なのかと思い内心楽しみにしていました。うん、そうだよね。なんかね、<ー>うん。が、入場曲も進撃絡みではなく、もちろん、まりなちゃんの声も聞けず、 進撃ネタを期待するのを諦めて応援に集中することにしました、うん、競技に夢中になっている間にあっという間に退場曲が流れ始めました<ー>そうその曲こそが進撃絡みだったのですリンクトホライズンの自由の翼が流れたのです <laughs> <laughs> 私としては小学校の校庭で家がと心臓を捧げる気でしたのでちょっと残念でしたが<ー>教育現場でも進撃の巨人は大人気のようでしたよ進撃の56年そうか それ全部先生が考えてんのかな小学校のそういうのは<え>先生ですかねやっぱ先生か。進撃の5、6年って。いや、なんかこう。しかもね、こう5と6の間に点とかないから56年にそうだね。進撃の56年。昭和56年の方々の進撃具合をみたいなね。<laughs> 俺の1個上じゃねえかよ。一 <laughs> 1>, <laughs> <laughs> 1個下か。1>, 1個下だね。うん。そうか、下か。 進撃56年。進撃元年もあったのでしょうね。昭和みたいになっちゃってるけど。ゆとり進撃世代とかもいたんです。あ、平成なんだね。え、カッコ騎馬戦って書いてありますけどね。まあじゃあ、退場曲以外は普通の騎馬戦だったと。そうね。これ確かに期待しますね。確かにね。カッコ騎馬戦って書くんだったら、書かない方がいいですよね、これ。そうそうそう。進撃のっていうくらいそうそうそう。うん。進撃の騎馬戦とかにしとけばいいのにね。 なるほどねうんまあ56年かっこ五六年生にすればいいんですよねそうそうそうつける場所も大丈夫はいえでは続きましてこちらですね奈緒さんから頂きましたありがとうございます梶さん島田さんこんにちはっ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 私が発見した巨人はショッピングモールの駐車場で偶然隣に駐車されていた車です車ですってすごいなよく車に「赤ちゃんが乗っています」など書かれたステッカーが貼ってありますよね それの進撃の巨人バージョンで<お>超大型巨人が乗っています超大型巨人の顔が描かれたステッカーが貼ってあったのです<ー>しかも車は軽自動車でした <laughs> いろんな意味で突っ込みどころ満載なステッカーに思わず笑ってしまいました,た、うん、どんなところでも楽しい気持ちにさせてくださる進撃の巨人に感謝ですこれ面白いですねあるんだねこれはどこに売ってるんですかね どこに売ってんだろうねなん,なんだろうまあ百貨店デパートみたいなところかな<ー>多分ねいろいろ便利グッズが売ってるようなお店ですかね多分そうだと思うけどねパーティーグッズとかねそうだね<ー>これ面白いですねそうね<ー>こういうの見つけてみたいわね、うん、はい、えー、このコーナーではですね、えー、皆さんから えー、発見した進撃の巨人っぽいものお待ちしておりますよ。ね、はい、あの画像なんか送ってもらえるとね、あのー、大変我々もそうですね。大いに楽しめるので、でね、ぜひとも送ってください。よろしくお願いします。ラジオだけどね。そうですね <laughs>、えー。我々が楽しむために送って,てください。ね、お願いします。<laughs> 以上進撃の巨人発見前でした。進撃の巨人ラジオ、カジト下野の進める電波兵団、エレンの変身兵団。 まあ、また違いますね <laughs>。なんだろうなあ。あ、でも、可愛いい。なんか。いや、でも。うん。いや、まあまあ。あの、なん、あながち、間違いじゃない。ただ、どんどんなんか、なんだろうな、離れていく気がする。あとね、今どうやら発覚したんですけど、うん、あの、さっきの、発見伝と、あ、変身兵団の曲を、 ディレクターが間違えテレコだったわね <laughs> <そう>。<laughs> もういろいろ間違えた。なんかいろいろ。うん。はい。ね、来週は戻ってるんでしょうね。来週、次回は元通りでしょうね。うん、そうだね。はい。さて、私、カジが演じますエレンは、うん、手を噛むと、 っていうかねあの自傷行為と言いますかね。別に手噛むだけじゃなくてね、はいえー。巨人に変身する力を持った兵士です。うん、というわけで、えー、このコーナーはリスナーの皆さんからいただいた自分または周囲の人であることをすると変貌してしまうエピソードを紹介していくコーナーです。はい。はい。まあ、ギャップでご紹介するコーナーですね。いすうん、はい。じゃあご紹介しましょう。うん、はい。愛すべき坊主さんです。おこの方かなのかな。どうだな。んんうん、ありがとうございます。ありがとうございます。カシさん、島野さん、こんばんは。 こんばんは。おえ普通でした。うん、ああ、こんばんは。こんばんは。はい、<laughs> 私の学校には、すごーく無口な男の子がいます。<う>ずっと下を向いてるので、うん、常に猫背の状態で、ぼそぼそ喋るので聞き取れません。うん、ところが、最近知ったのですが、その子はなんと演劇部の部長さんでした。ほう。え声小さいのに大丈夫なのと思っていたんですが、照明のお手伝いで稽古を見に行くと、彼はまるで別人でした。背筋は伸び、 はきはき喋り、うん、おまけに顔もはっきりと見えて、凛々しく見えました。はあ、一言で言うと、誰がねん状態でした。終わると戻ってしまうのがもったいない、はあえー。漫画の世界以外でこんなに変わる人初めて見たので驚きです。はあえー、周囲のみんなもそのギャップに驚き、今では人気者です。はあはあ いいいやでも結構そそういう人多いよね、うん、その芝居をやるとそのキャラクターというかまあ、ね、役者さんですからね、うん、そう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 その性格になるというかね、うん、まあそういう意味ではだから本当にもに役者向きなんだろうねきっとねなんか芸人さんとかもね、うん、あの普段はね本当オフで。うん お仕事でカメラ回ってる時にものすごくスイッチ入るっていう方も多いですけどね,人も多いからねそう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 ん。うそ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 うなんそうそ、ね、うそ、ん、うそ、ん、うそ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 、ね、うそ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 かそう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 なうそ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 そう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 そそう ん普段がね普段がねおとしい分ねはいありがとうございますでは続きましてこちらは短足のサバさんからいただきましてありがとうございますもう突っ込まはいはいえ私の友達にあまり滑舌が良くない子がいますあれなんだろう知り合いにいるな滑舌滑舌よくないやつ知り合いですか 知り合いにいます。うん。え、普段から、なんて言ったんですか、僕は。なんて言ったってことが多々あります。え、これだ、ダメ出しのメール。あれ、これ、あれなんだえ、れなんですか俺、俺じゃないよな。え、例えば、ゲゲゲの女房が、ゲゲゲの女房、努力して、え、あ、努力が、努力が、ど、ど努力 逆に言いにくいな。<laughs> などなど。えー、ある日その子がテスト勉強をしていたら、えー、その子が分からない問題があったらしく愚痴を言い始めました。えー、最初はぽつりぽつりと愚痴をこぼしていたのですが、ヒートアップしていって、どんどん早口になっていきました。しかも、めちゃめちゃ滑舌が良い。<laughs> <ー>普段の彼女を知ってる分、こんなに滑舌よく早口で喋れるのと驚きました。 ねその愚痴も後半は早すぎて何を言ってるのか分からず、すごいな最後の、こんなん将来使わねえよ何の話してたんだよ <laughs> のとこしか分かりませんでした。<ー>でも勉強が終わったらいつものあまり滑舌が良くない彼女に戻っていたので、愚痴を言うときだけあんなに滑舌が良くなるんだとと,とてもびっくりしました。<laughs> うん、面白いですね。面白いね。うん、すごいね。 でも怒ると滑舌よくなったりしますよねわかるアドレナリンが出るからかなですかね感情感情的になるとねセリフもそうですけどそう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 怒ってるセリフの方が滑舌よくなったりするもんねそうですねうんただ最後が「こんなん将来使わねえよ!」ってすごいっすね女子ですよね多分ね女子だね何の話だったんですかね 分かんない最終的にどこまで何を言ってどういうふうになってこうなったのかなんかすごいかわいい消しゴムとかですかね分からん分かんないけど <laughs> 分かんないね,ね,ねはいじゃあ次いきますよ、はい、女子力53万でスカウター爆破さんですすげえ高いじゃん <laughs> すごいコメントですねありがとう私の友達は酔っ払うとムツゴロ参加します 私たちは酒が回るのにかなり時間がかかってしまうので、うん、大概酒は一人暮らしをしているその友達の家で飲むんです。うんうん、朝方4時か5時、うん、お互いにベロベロになり出すと、うん、その子は、よーし、来いウジジジジと、私の頭を撫で回します。<う>私が肩をさせると、ゴンちゃんえーと <laughs> っと実家で飼っている犬の名前を叫び出し、<laughs> <laughs> 撫で回す手に力が入ります。そのまま力尽きて寝てしまうんですが、起きると友達に、なんか、頭皮赤くないと言われ、<laughs> ついあんたのせいだわと声を荒げてしまいました。<ー>ちなみに私は自分のことをあんまり覚えていないんですが、友達に、昨日土下座しながら、舐めくじになりたいって叫んでたよと言われ、絶句 <laughs> しました。キランって顔文字が入っていやー、うん、すごいっすね。 なかなか酔わない割に酔ったらすごいですねあのー、スロースターターですねなかなか酔わないっていうのはどれぐらいなのかっていうところだよねまあ何時から飲み出してるのか分かんないですけど、ね、朝方4時か5時にやっとベロベロになるってことは、うん、まあ21時か22時ぐらいに飲み出したとしていや多分ねもうその前の段階で多分酔っ払ってきてはいるのよまあもちろんね意識があるんだけど、うん、意識がなくなるのがそれぐらいなんじゃないまあ理性というかね <laughs> うん、うん あと大体寝ちゃうとかね。うん、寝始めてんのが。下野さんは <coughs>、まあ、こんぐらいになりますか、うん、下野さんね。下野さん、早いっすよね。早めにうるさいっすよね。基本ね。うん。あの、声がでかくなるのは早い。そうっすね。最近でもあれよ。あの、もう、12時ぐらいになるとちょっと眠くなってしまう。<laughs> うん、何時から飲んでんですか まあ大体あの8時とかそれぐらいから飲み始めて健全ですね12時1時ぐらいになるともうお眠いになっちゃうから、ね、ピークはもう10時ぐらいにくるう,う,来るう,ん,うんとねそうね10時十時かなーピークっていうかわってなるのに10時から11時にかけてぐらいとかかななるほど、うん、まだホッピー好きなんですよまだどころかむしろもっともっと もうね本格的に甘いお酒がダメになっちゃってね。ああ。そうなのよ。まあでも、焼酎。焼酎も飲むね。うん、でもやっぱ一番はビールなんだけど、うん、まあ最近なるべくあのハイボールだったりとか、ホッピーだったりとかにしてね。うん、そうだな。痛風対策です。痛風だね <laughs>、うん。健康にほら気をつけないとさいや、そうですよ。だからね、30超えてからね、やっぱ健康に気を使っていかないとダメね。 本当やっぱその辺はねあのいろいろ気をつけてない,か、ね、<laughs> いや本当にねワールドカップやってたじゃないですか選手の年齢が出るたびに、うん、僕比較対象で下野さんをどうしてもね <laughs> 持ってきちゃう癖があるんですよあのねスポーツ選手出しちゃダメこのスターは30歳でこの感じか下野さんより4つも下なのかってあのねだいたいねあのスポーツ選手はねあの20代中盤からもうねなんか俺よりも年上な感じしちゃうから。<laughs> まだ二十歳ぐらい、それこそ本当にね、まだ入りたてとか。しもさん、甲子園にいそうですもん。うん、なんとそれは坊主にしろってことかいいやいや、あの、応援席の応援席のね。あ、応援席ね。応援するする。いや、でも本当若いですよね。君には言われたくないのいやいやいや。いや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 。いやいや下野さんよりは、いやいやいや。置いてますね。 <laughs> 待って待って、おかしいじゃんね。<laughs> いや,いや <laughs> おかしいじゃろ。見てくれ。おいて、見てくれが。うん。あ下野さんはいやん俺は同い年ぐらいだと思ってるよ。<laughs> それで。はい。えー、というわけで、このコーナーではリスナーの皆さんから変身変貌エピソードを募集中です。以上、エレンの変身兵団でした。現在公開可能な情報。 この時間は進撃の巨人の情報をお知らせしていきますまずは劇場版情報ですアニメ第1話から第13話の総集編となる劇場版進撃の巨人全編『グレンの弓矢』が2014年11月22日に新宿バルト9梅田ブルクセブン他にて公開されます現在特典付き前売り券第1弾となるキャラクターデザイン浅野教授書き下ろし特製ミニクリアファイル付き前売り券が発売中ですこちら全2種類ございます くなり次第終了となりますので、あらかじめご了承ください。販売劇場や公開館など詳細は公式ホームページをご確認ください。続いて CD 情報です。進撃の巨人ラジオ、カジとしもののすすめ電波兵団のラジオ CD ボリューム3とボリューム4がリリースとなります。ボリューム3は今週7月23日発売で、新規取り下ろしラジオのゲストは、ジャン・キルシュタイン役の谷山希少さんです。 こちら、温泉通販でご購入いただくと、特典として、ジャケットイラストを使用した、エレンとジャンのオリジナル缶バッジがついてきます。そして、ボリューム4は8月20日発売で、こちら、新規取り下ろしラジオには、リヴァイ役の神谷博士さんが登場します。さらに、ボリューム4を温泉通販でご購入していただくと、特典として、ジャケットイラストを使用した、リヴァイとコニーのオリジナル缶バッジがついてきます。どちらもお楽しみに。以上、現在公開可能な情報でした。 お送りしハハハハッあごめんなさい俺が入っちゃったじゃねえかよいやまだこっからだと思った間違えちゃった9のポイントはい お送りしてきました。進撃の巨人ラジオ、家事とモノのすすめ電波兵団エンディングのお時間です。はい。え今日はまあ、通常会ということでございましたそうですなで、相変わらずメールたくさんいただいてて、嬉しい限りですね。本当にね。うん。いや、でもやっぱりまだまだね、紹介できてないところがね、あったりとかね、いろいろあるんで、本当もっと紹介していきたいしね。うん。コニのコーナーとかもね、やっていかないとそうね。やっていかないと。あの、ゲストさん来るときにやるけど、 な,んかだいたいないがしろにされたりいっぱいしゃべってなくなることが多いのでそうだねうん本当。うん、次回どうかな次回どうかな<ー>やれるかなね<ー>さあということで番組では、はい、あなたからのメールをお待ちしております普通のメール「進撃の巨人」に関するメール番組の感想そして各コーナーまでお便りをどしどしお寄せくださいメールを採用された方には番組ノベルティをプレゼントしますのでメールを送るときは住所・氏名・電話番号を必ずお書きください メールの宛先はすべて小文字で、進撃アットマーク温泉 .ag、進撃アットマーク温泉 .ag です。温泉にある番組投稿フォームからも送ることができます。次回の番組更新日は2週間後の8月4日月曜日、8月4日月曜日です。そして、次回の電波兵団ですが、うん、ゲストさんが遊びに来てくれます。はい。誰かというと、ライナーブラウン役の 細谷よしまさくんです細谷よしまさねえーいや、いやー、これは細谷さん来たら、多分ね、序盤で結構汗をかいて、うん、ティッシュを渡して拭くっていうくだりがあるんです、ねうん、あー、わかるな。うん、俺、結構ね、はい、細谷くんの言ってることを、うん、結構理解できると思うんだよね。あ,あれだ、と、なんか、うん、おせんべいみたいなやつを、うん、細谷さんが割るんじゃないかな。 あると思うん、ね、いや色々あるねいろいろある気がするわこれはこれは楽しみですね楽しみだね <laughs> 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 あっあとねとなくコニーのコーナーできないんじゃないかなって気がしてきたな <laughs> 俺もなんだよ <laughs> どうなるかは皆さんご自身の耳でご確認ください、はい、それでは「進撃の巨人ラジオ」「カジと下野のす,すめ電波兵団第35回目の進撃はここまでお相手はエレン・エ画役のカジユキとコニー・スプリンが役の下野のヒロでした次回も僕たち電波兵団と一緒に進撃しましょうバイバイこの番組は「進撃の巨人」制作委員会の提供でお送りしました